笹川良一、笹川良一、笹川良一、1899年、明治32年5月4日から1995年、平成7年7月18日は、大正、昭和時代の日本の政治運動家、社会奉仕活動家、大阪府三島郡と川村、小野原、現、美濃市、小野原出身、国水帯衆等総裁、 国際商協連合名誉会長、衆議院議員、財団法人日本船舶振興会、現、公益財団法人日本財団会長、全日本カレー工業協同組合特別顧問、福岡工業大学理事長を務めた、見直し名誉市民、君一等局実大受賞受賞者。第二次世界大戦前の笹川は、自分を大衆右翼と位置づけ、 ベニート・ムッソリーニを崇拝、大衆運動の合法的組織化に力点を置いて、国粹大衆党を結成。強行外交を主張しつつ、日本社会へのファシズムの浸透に注力したが、大東亜戦争、太平洋戦争を遂行には、否定的であった。第二次世界大戦後は、連合国により永久戦犯容疑者の指定を受け、スガモプリズンに3年間収監されるが、 後に不起訴により釈放される。戦争に対して慎重であり、当条内閣の政策に反対の姿勢であったことが証明されたことなどから、有罪認定はされていない。なお、菅もプリズンに収監された際には、詳細な日記を残している。菅も釈放後は、先般者とその家族の救援に尽力。菅も時代に書きためた日記や、先般者及びその家族との書簡は、 笹川の没後に公けされた。菅もプリズン出所後は、モーターボート競争法成立に尽力し、社団法人全国モーターボート競争会連合会、全模連の設立に関与、モーターボート競争の収益金で、造船の振興を進め、さらに、福祉方面の公共事業を助成する、財団法人日本船舶振興会、現、公益財団法人日本財団を創設した。 株式取引に長け、名婿に当たる糸山英太郎が、中山成功者の指定戦で苦境に陥った際には、糸山を援助して、事態を乗り切ることに成功している。1974年、昭和49年、アメリカのタイム誌のインタビューでは、私は、世界で一番金持ちのファシストであると答えている。またマスコミからは、ファシスト、右翼、また、 政財界の黒幕として扱われ、右翼のドンと呼ばれた。CIA エージェントであったとも報じられている。また同時に、社会奉仕活動に熱心なおじいさんというイメージを持たれる人物だが、その真相については、様々な意見、論評があり定まっていない。また、後年に行った様々な事前事業等や歴史学者による検証により、 その功罪と評価は徐々にながら中和されつつある、傾向がある。1899年、明治三十二年五月四日、大阪府三島郡と横浜村、小野原、現美濃市小野原に、作り酒屋の長男として生まれる。笹川家は代々庄屋を務めた旧家で苗字立脇を許されており、父、鶴吉は笹川家十代目当主。 笹川家の母大寺は1579年、天正7年に、笹川一平が創建したと伝えられる浄土、総理寺氏示。1914年、大正3年3月、豊川村神城高等小学校、現、茨城市立豊川小学校高等科卒業。作家の川端康成とは小学校の同級で、祖父同士が囲碁仲間であった。飛行機乗りを志し、 陸軍の岐阜県各ヶ原飛行第二連隊に入隊する。1925年、大正14年、父の遺産を元手に、豊川村の村会議員に立候補し、当選して政治活動を始める。芸能事務所経営を経る方ら株式相場にも手を広げて一財産を作り、飛行機や飛行場を軍に転納して軍人に地記を得た。その一方で弟を通じて、 関西浪人会で活動していた藤吉男を支援。1931年、昭和6年には右翼団体国粋大衆党を結成し、総裁に就任する。部下に小玉義男がいたこともある。イタリアの指導者であるベニート・ムッソリーニの崇拝者であり、ムッソリーニ率いるファシスト党の制服を似せて紙幣に黒シャツを着せていた。1932年、 昭和7年に満州国が建国されると、同国の皇帝の愛新加羅不義との会見に成功し知,知名度を高めた。なおこの頃、東洋の又張と呼ばれ一世を風靡した関東軍のスパイ、川島薫との交際があったと噂されている。本人は川島と親密であることは認めているものの、交際については否定も肯定もしていない。後に、ただしの指示があってか。 暗殺の危険を感じた川島が、里見はじめなどに相談した結果、笹川の元に身を寄せたこともあり、一方で、当総裁の笹川も、そんな川島の国民的知名度や人気にあやかろうとしていた、ともされている。1935年、昭和10年に、大阪鉄道の買い占めの際に、国水大衆党の他の幹部と共に恐喝容疑で、逮捕された。 大阪刑務所に約4年間収監されたが、最終的には無罪となり、釈放されている。その後、1939年、昭和14年には飛行機で単身イタリアに渡ってムッソリーニと会見した。この法王飛行の実現については、海軍の山本56の講演があった。第二次世界大戦中の1942年、昭和17年に行われた。 翼3選挙では、戦争に対して慎重であり、当条内閣の政策に反対の姿勢のため非推薦の立場で立候補、当選して衆議院議員を一期務めた。この頃にはすでに、茂光葵や岸信介、安岡正厚とも親交があったとされる。1945年、昭和20年には、日本を占領下に置いた。 連合国司令により永久戦犯容疑者として12月1日に逮捕命令が出て12月11日に菅もプリズンに入国したが実際に東京裁判の法廷に立つことはなかった翌年には公職追放を受ける戦争に対して慎重であり当条内閣の政策に反対の姿勢であったことやその後連合国の主要国であるアメリカの方針が180度 代わり、アメリカに協力的な戦犯は、反響のために生かして利用する過程変換となったため、いわゆる逆コース、1948年、昭和23年12月24日に不起訴により、釈放。釈放後、1942年、昭和17年に、国水同盟に解消されていた国水大衆党を、さらに全国勤労者同盟に衣えし、 右翼的な政治活動を再開した。上記のように、笹川は戦争中に戦犯指定を受けるほどの活動はしていなかったが、太平洋戦争後に戦勝国が敗戦国を裁くことは不当であり、アジア、太平洋地域における戦争の責任は日本だけあるのではないと考えていた。また、アジア、太平洋地域に植民地を作り、長年支配してきた。 欧米列強にも当然戦争の責任の一端がある。特に日ソ中立条約を破って一方的に日本を攻撃したソ連は強く批判されるべきであるというのが笹川の立場であった。ただし当初笹川は自らの演出によって全般の容疑を受けたと考えていたが入国後の尋問の中で 実際の逮捕理由は、超国家主義的、暴力的結社及び愛国的秘密結社の主要、人物、CIS、民間情報局作成のファイルによるとしてであった、ことを知る。笹川は、東国初日の1945年12月11日から、翌年11月まで国中日記をつけていた。この日記には、スガモプリズムの様子や ABC 級戦犯たちの、 人間像が国名に描かれている。また、日記には、彼の信念、日本が、新米反共の道を選ぶべきこと、日本同胞を餓死から救わねばならぬこと、世界平和を確立させねばならぬことなどが繰り返し、書き付けられている。この日記によると、極中の笹川は、東条秀樹に対して、あなたの死刑は確実だから、 この戦争が自衛のためのものであったという日本の立場を明確にし、改戦の責任は天皇にはないと、はっきり主張性をどといている。また笹川は、国中から、戦犯の劣悪な待遇の改善を要求し、監守の迫害に目視しなかった。一方で、この国中において、同じ永久戦犯容疑者として習慣されていた、政治家らとも知り合う。 このことが日本のエスタブリッシュメント人脈との交流につながった。笹川はスガモプリズンのことを人生最高の大学と評して、ここはシャバの20倍、30倍勉強になると語った。なお、戦前にも長期の獄中体験がある笹川は、その経験からひ弱なエリートである永久戦犯たちを励まし、またその一方で国内で、 A 級先犯の特権を認めない行動を取ったことから BC 級先犯たちの間でも絶大な人望があったという後年になるが世界1952年10月号に一先犯者名義で私たちは再軍備の引き換えギップではないと題する投稿が採用されると笹川はこの内容に起こり筆者を突き止めようとしたしかし先犯にもこの投稿の支持者が多く 発行元の岩波書店も筆者を漏らさなかったため、そのまま、たやみになったという、後に加藤哲太郎が筆者と名乗り出た。加藤は b c 級戦犯として服役していた当時、笹川と面識があった。笹川は北中にいる当時から、戦犯の劣悪な待遇の改善を要求し、あるいは誤解により、戦犯となってしまった人々の釈放を求めていたが、 週監から3年後不寄所により釈放された後は酒もタバコも断って先般者やその家族らへの支援及び軽視者の異例に奔走した。世界各国で収監されていた先般者や三国人の先般者の救援にも力を注いでいる。先般者援護と異例のために設立された宗教法人白蓮社及び家族会である白菊遺族会にも 物心両面の協力を続けたとされる。戦犯者とその家族を支援することは、当時としては連合国軍を刺激する恐れのある大変危険な行為と考えられ、実行する人間はほとんどいなかった。笹川家には戦犯者や戦犯家族からの膨大な霊状が残されているが、生前の笹川はそれを一切公表していない。笹川没後、 それら書簡の一部は伊藤隆編集のもとに先般者を救えとして刊行された。モーターボート競争に関心を持つきっかけとなったのは、菅もプリズンで手にしたアメリカの情報誌、ライフにモーターボートの写真が載っているのを見たことであったという。出所から二ヶ月も経たない1949年、昭和二十四年二月頃から、藤谷八木和夫と計らって、 モーターボート競争法制定について、主要政党や関係各省庁、有識者などに働きかけを開始した。モーターボート競争法は1951年、昭和26年3月29日に、衆議院本会議で可決されたが、衆議院側で賛成に回っていた日本社会党が、参議院への法案上程後に反対に回ったため、6月2日に、 参議院本会議で否決された。このため笹川は富士、八次らを広川博士全宅へ押しかけさせて法案の通過を迫った。6月5日、衆議院本会議で出席議員の3分の2以上の賛成で衆議院の再議決がなれ、成立した。協定の主催をめぐって笹川、八次らの一派と王の万博。 福島ヨネラの一派で分裂状態になるが、最終的に笹川らが協定主催の主導権を握ることになった。なお、笹川のモーターボート競争創設の栄誉を称え、SG 競争の笹川賞競争が1974年、昭和49年から毎年5月に行われている。1952年、昭和27年に、 社団法人全国モーターボーと競争会連合会、全護連の設立に関与、1955年、昭和30年には、同連合会の会長に就任した。当初は赤字続きだったために廃止論が出されたが、笹川は赤字が続いていた、自治体には資材を投じる一方で、協定はやがて収益が出て、社会に大きく貢献すると反論していた。1960年前後に、 協定で収益が出るようになると、管轄官庁の運輸省が全もれんを特殊法人化して、監督権限を強めて、人事任命権や収入の国庫納入化を模索するが、笹川は自分が資材を投じたから協定が成長したと反論。さらに、協定の収益を活用する受け皿組織として1962年、昭和37年に日本船舶振興会。 現在の正式名称は、日本財団を創設し、会長などを務めた。そして、特殊法人化に距離を置く運輸官僚らに養殖を用意したり、運輸省関連団体に寄付行為を行うなどして、運輸省による監督権限強化論を抑えることで、協定ビジネスが笹川一族の同族経営の色が深まることになった。日本船舶振興会の活動により社会、 奉仕活動家として知られ、振興会の支援を通して、船舶、造船事業の振興、海運安全の推進、福祉、国際援助活動、各種武道、スポーツ団体への協力など様々な事前事業を推し進めていった。その代表的な例として、日本船舶振興会のテレビコマーシャルに自ら出演したことである。この CM では、笹川が子供たちと、1日、 和義の掛け声をする様子や、社会奉仕活動の模様が紹介された。なお高家、高景美山、健さんの講演会長でもあった、山本直澄、子供たちと共に、1日和義等のシーンは1975年、昭和50年から会長を務めた、財団法人日本防火協会、現、公益財団法人日本防火、防協会の CM にも使われた。なお、 CM 全体のイメージが日本船舶振興会のそれとほぼ共通であったため、混同されがちである。ちなみに、同協会で CM を流していたのは、笹川の在任期間とほぼ同じ1976年、昭和51年から1994年、平成6年までである。ちなみに1970年代後半頃は、その1日、和義の CM は曜日ごとに内容が変わる。 用品がわりバージョンも損した。この時期に、小中学生であった者にとって、笹川良一は、ついたち和義もしくは、戸締まり用人、日の用人のおじいさんとして認識されていた。事前事業の中には、日本各地に B&G、ブルーシーグリーンランド海洋センター名の体育館等のスポーツ施設を整備、設置者は、ブルーシー グリーンランド財団したり、アフリカにおける緑の革命プロジェクトにおいて、日本からの ODA を補完して、アフリカ諸国の食料増産に貢献したり、全日本から道連盟会長や、少林寺憲法世界連合総裁を務めたり、一人一派で、流派が乱立していた、市銀関係の団体をまとめ上げて、日本銀券姉妹振興会会長を務めたり、 宇宙科学博覧会協会の総裁を務めるなどの活動があった。また、国際親善並びに、少年の体力向上を呼び、人格の東野に寄与することを目的に、佐川急便の佐川清と、少年軟式野球国際交流協会を設立した。中でも特筆されるのは、風の天然痘根絶事業に対する巨額の資金協力、民間団体としては、世界一と、 ハンセン病患者の救済である。ハンセン病のワクチン改良には、ワクチン接種の第一号被験者となり、財団法人笹川記念保健協力財団を作って、会長として、各国のハンセン病院を慰問して回った。一連の社会奉仕活動は、莫大な財があって、初めてなし売るものばかりで、その財の出生はというと、株式相場で得たものであった。しかし、 新公会の経理は透明で支援を受けるには厳正なチェックが要であった。笹川は新公会の会長としての報酬は一切受け取らなかった一方で関連団体の多くで笹川一族が役員に就任していたことは公私混同との批判を招くことになった。また、 新公会の支援が届かない分野には資材を惜しみなく投じたが、その行為はかえって財団の金を好き放題に動かしているのではないかという疑惑を招く一員になった。1979年、パリの国際連合教育科学文化機関、ユネスコ本部で行われた会議、平和フォーラムにて、笹川はユネスコに100万ドルを寄付する、胸の提案を行った。その際、私は、 戦争犯罪人として投獄されました。私は、獄中で悔い改め、平和のために尽くすことを決意しましたと述べた。会議終了後、ユネスコ内では、旧戦犯である笹川が会議に招待されたことや、平和思想について語り合うことを目的とした会議で、寄付が公表されたことに対して疑問の声が上がり、笹川から寄付金を受け取るべきか否かについて議論が起こった。しかし、 当時、米国及び英国が分担金拠出を拒否し、ユネスコ分担金支払いが25%減少したため財政上苦しい立場にあったユネスは、無防事無総長の判断で、笹川からの寄付金を受け入れることを決定した。笹川は、菅もプリズン時代からアメリカに対しては、好意的見方を取っていたが、終戦直前に参戦して、 日本人捕虜をシベリアに連行して使役したソ連には強い批判を隠さなかった。1954年昭和29年に韓国で発足したアジア人民反共同盟、アップクル、現在のアジア太平洋反共同盟へとその発展組織であり、1966年昭和41年に発足した世界反共連盟、ウェイクルを 中華国の紹介石総統を八谷摩擦な元部下の小玉義雄らと共に設立した。統一教会とは、ある時期まで協力関係にあり、1963年、昭和38年には、統一教会の日本支部顧問を引き受けたり、同年6月4日の72層合同、結婚式にも、夫妻で参列もした。統一教会が1968年、 昭和43年に結成した反共の政治団体国際商協連合では結成時から名誉会長を務めたりもしていたが統一協会の活動が問題視されてきた上文鮮明との関係が悪化したためか1972年昭和47年には反共運動から手を引くと名誉会長を辞任した笹川は反共活動や日本船舶振興会の活動を通じて 長きにわたり、政界の黒幕として影響力を及ぼしたと見られているが、戦前、戦後を通じて、政財界を資金の源とすることはなかった。政財界に頼るまでもなく、株式や協定の収益で資金を調達できたことに加え、特定の政治家に肩入れすることで、かえって言動に足かせがついてしまうと考えていた。小解析との世界反共連盟設立や、 文鮮明との国際商協連合創設など日本の代表的な反共主義者だったにもかかわらず、1972年昭和47年9月の日中国交正常会合は協定で得た収益金の一部を中国国民党と対立する中国共産党が支配する中華人民共和国への支援に回すなどして中国共産党の指導者である当昇平とも 信仰を結んだ。1987年、昭和62年から始まった中華人民共和国の医学研修生を日本の大学で受け入れるプロジェクトで来日した中華人民共和国の医学生は延べ2000人を超える。1989年、昭和64年には笹川日中友好基金を設立した。また同時に中国の宗教団体である世界。 くれないまんじあざかいを支援した。1960年代から1990年代の各週刊誌などで批判的言説を受けていたにもかかわらず、笹川に批判的な左翼マスコミからは、生前、新聞やテレビ、雑誌などのマスメディアで、大物右翼と呼ばれ笹川良一に関する批判的言説を発表することは、ある種のタブーとなっていたと言われてきた。しかし、 笹川は有名税とばかりに意に返さず、大木は風当たりが強い、との例え通り、実力の上において私の真似ができないから焼きもちを焼いているのだ。女の焼きもちより男の焼きもちの方が強いのだから、これはある意味でやむを得ないと片付けてしまっている。しかし逆に笹川を擁護することもまたある種の偏見を受ける恐れのあることだった。 戦後のマスコミや知識人の多くは笹川に対して右翼の大建物、正解の黒幕、名誉心と自己顕示欲の構りなどマイナスイメージを持っていたため、笹川に好意的な見方を披露すれば彼らから右翼論者扱いされる危険があった。なお、上記のように統一協会の文鮮明との関係があった反面、仏教系の新宗教。 弁天衆の新都総代になっている。また、山口組三代目、田岡和夫とは、酒飲み友達であると公然と話し、暴力団の仲裁役を務めた。ロッキード事件が騒がれると、ロッキード副社長と会った事実などが明らかになるが、笹川は、会ったことがあるが疑惑はないと反論し、実際にそれ以上の追及はされていない。国内に比べると海外では、 として高い評価を受けていた。世界各国の要人と交友関係を持っており、笹川と信仰のあった人物の中には、アメリカの元大統領ジミー・カーター、実業家、ジョン・ロック・フェラー等がいる。戦前から菅母時代にかけての笹川の人脈は、俗、菅母日記の解説に詳しい。生前の世のため、人のためになることに、 全財産を使ってしまう考えでいるという言葉通り資産の多くを社会事業に継ぎ込んで、笹川は1995年、平成7年7月18日、聖路加国際病院で急性心不全のため死去。去年96税務署査定による遺産総額は約53億4000万円。ただし、ほとんどが自宅、山林、非常常会社の株など、 監禁しづらいものばかりであり、監禁できそうな美術品などの類は、偽物が多かったと言われている。これに対して、借入金は約三十七億五千万円。差し引きすると遺産は約十五億九千万円。その相続税は約七億五千万円に上り、長男と次男は相続を放棄。唯一財産を相続した三男の笹川陽平は、 莫大な負債も同時に相続したため、その返済に苦労することになった。など、その他多数受賞。笹川記念会館、船の科学館、見直し及び、全国の協定場などの協定関係の施設、日本財団ビルにはないに、笹川良一の講子像が存在する。これは、笹川が59歳の時、82歳の母親テルを、背負って、コンピラ参りのため、 785段の石段を登っている様子を表しているとされる。との碑文が刻まれている。なお、堂々像は、笹川の生前に混流され開示されたものである。1995年に、笹川が没した後、生前は一切公開されていなかった、巣鴨の獄中日記や、先般家族らとの書簡が、研究者の手で編纂され、刊行され始め、 それまで知られることのなかった笹川の一面に光がたるようになった。まず1997年に伊藤隆と渡辺明の皇帝による菅も日記が刊行される。これに触発された佐藤聖三郎が1998年平成10年に笹川良一研究異次元からの死者。1999年平成11年にただし翼。 ザライトウィングの男戦前の笹川良一五六を相次いで上司する。その後、伊藤隆氏は、笹川の息子、傭平の協力を得て、笹川良一関係文書を整理し、東京裁判を中心とする三部作、俗、菅も日記、先般者を救え、容疑、逮捕、尋問を刊行。これら一連の文献は、笹川良一関連文書をまとめたものであると同時に、 笹川を通して、東京裁判とはどういうものだったのかを追う研究でもある。伊藤自身は、先の3冊に続くものと位置づけて、この六巻文をまとめた、人名創作員を、容疑、逮捕、尋問の最後に置いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。